続きまして今後の大会に参戦が決定した選手に登場していただきたいと思います。鈴木雅彦、中村寛両選手入場。さあ地元関西の、両選手にリングにお越しいただきました。それではまず8月18日ライズ170後楽園大会に参戦が決定いたしましたバンタム級王者鈴木雅彦選手より意気込みなどいただきたいと思います。お願いします。はい、こんにちは、ライズバンタム級王者の鈴木雅彦です。今僕自身ちょっと2連敗しててちょっとダメなんですけど、8月18日に出場が決まって後楽園大会しっかり盛り上げるんで会場までぜひ応援来てください。やっぱり55キロは鈴木雅彦もめっちゃ強いなって思わせるんでここから上がっていきます。よろしくお願いします。ありがとうございます。後楽園の近いところで見れるのが本当久しぶりかなっていう気がしますけども、ぜひ皆さん後楽園大会楽しみにしてください。続きましてライト級王者中村寛選手です。8月26日大田区総合体育館にて開催されますアベマプレゼンツライズワールドシリーズ2023セカンドラウンドに参戦が決定いたしましたということで、その試合など、意気込み等をいただきたいと思います。お願いします。おっす、こんにちは、 BK ジムの中村寛です。静かやな。僕の試合、参戦は今決定したって聞いたんですけど相手が決まってません。はい、8月の26日外国人と戦う姿見た人どんだけいますか。おっしゃー、気合入ってきた。もうめっちゃやりたいんですけど、はい、日本人でやりたいという選手いないんで世界に挑戦させてもらいます。おっしゃ、外国人ぶっ飛ばしましょうか。8月26日僕の応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ということで鈴木雅彦選手そして中村寛両チャンピオンにお話をいただきました。ありがとうございました。というこれからの予定が発表されました。第7代ライトバンタム級王者の鈴木雅彦そして第8代ライト級王者の中村寛というところで8月18日8月26日という次の戦いになりました。さあ放送席には白鳥大樹選手にも来ていただきましたが鈴木雅彦選手は久しぶりのナンバリング大会後楽園ホールなんですね、はい、いや豪華ですよね。はい、K-1 ワールドグランプリだったりライズワールドシリーズで戦っている姿とはまた違う後楽園 だと本当に近くで見られますからね。いやそうですね、また今ここに来て鈴木雅彦を後楽園ホールで見れるっていうのは、なかなかもうレアじゃないですか。そうですね、はい、という両選手の挨拶でした。